はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。ういういということで、本日は皆様決戦星のご先祖お疲れ様でしたということでね、決戦星のご先祖が終わったら、まあ今回スペシャルバトルなんですけれども、終わり、実質終わりですね。まあちょっと戦果を集められるよっていうボスこそいるものの、まあご先祖この日はほぼほぼ終わりというような感じになっておりまして、まああとは消化試合みたいな感じですね。走る必要もなくみたいな感じなんですが、まあ入手できるエーテムがございますと。はい、まあ混合賞もしくは混合のもと10分の3ですね。10分の3もしくは混合丸々もらえるっていう、まあとんでもないね、天国か地獄かデッドアライブみたいなやつがあるんですけど、まずそれを回しながら、次はね、今回の風ゆりご先祖についてちょっと語っていきたいななんていうふうに思っております。それじゃあ、早速ですね、決戦星のご先祖混合賞は混合かけら3個デッドアライブ、俺はアライブ生きさせていただきまーす。こちらでーパということでね、ここの枠なんですけれども、混合種のかけら3個ですね。うん、まああんまりよろしくはないタイプです。というのも、まあ生もんがね出てくるんですよね。混合種が10個、混合種のかけらが10個で1個になるんですが、まあ、今回は1プラス3で4個になるみたいです。4個か。もうちょっと欲しいけれどもな。はい。まあ、ということで、今回も混合は出ませんでした。まあ、なんか10分の1くらいで出るんじゃねーみたいな話をちょろっと聞いてはいたんですけれども、まあ、未だに僕は混合は出ませんね。で、もう一つ、ちょっとチケット回しましょうか。うん。っていうのも、まあ、SSR 確定チケットみたいなのがありますので、ちょっとそちらの方回していきます。で、こちらですね、2021年11月ご先祖エセゼラ確定ガチャということで、こちらの方を回していきましょう。次の闇売りご先祖で必要なのは、なんか欲しいのあるかな、わかんねえな。ただ、まあ、風売りご先祖で言うとゲイアサイルですね。僕の中ではゲイアサイルが少々欲しいのであるといいなといったような感じでございます。ご先祖エセゼラ確定ガチャ回していきましょう。まあ工場の持ってないキャラとか出るのもあり、大変よろしくお願いします。 GO!行くでー。ゲイアサイル、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 ゲイアサイルだ。ゲイ、おお。無表現ペルソス、これあれですね、ランスローフですね。無表現ペルソス、まあ今回のガチャの部分で言うとちょっと微妙かなっていうような感じですかね。召喚石チケットも一応回しちゃいましょうか。おいしょ、これは別にラインナップ変わらないですね。うん、はい、ということで、今回のご戦場でございました。皆様どうでしたか？僕の今回のご戦場の感想としては、いろいろなやり口があって面白かったなっていうような感じですね。まあ、95ヘルとかは、まあ、スピード目的だとナルメアがすごい生きたような印象だし、実際今回のご戦場総じて言うのであればナルメアがすごい MVP であった。150ヘルも使われるとはあんま思ってなかったんですけれども、150ヘルで、まあ、早いなって言われてる編成は結構ナルメアが入っていたりして、うん、面白かったですね。まあただナルメアがわりかし、使われていましたので、ナルメアを使ってナルメアを持ってないとか、例えばだけど手動編成の場合、ナルメアにクオンの指輪を入れてるか否かで結構ダメージが変わるので、ナルメアにクオンを入れてるかナルメアを持っているかっていう段階でちょっとこう苦しかったってのはあったかもしれない。ただそれ以外の部分で言うと意外とこう卓がありました。うん、150ヘル一番高難易度のボスの話になってるんだけど、まあ、俺が前上げた動画としては耐久力をゴリゴリに上げた編成、まあ、今回の150ヘルはすごい火力が高くてなんか難しいみたいな感じに言われてた印象なんだけど、いろいろ卓があったね。まず一つ目は防御を激烈に上げて耐久する編成とか、例えば、ね、デバフを全部消すことができるから闇属性のウニアですね、サルナーンを入れてこのウニアで敵全体の強化効果と味方全体の強化弱体効果を全て無効化っていう、まあ、このアビリティをぶち込んで、全てのデバフをディスペルしてブロックして安定感を増させていくとか、まあ、いろいろな卓があったり、まあ、普通に王道の編成で言うと、まあ、こういう形かな、ニオ、スタリオラ、ナルメアみたいな形が採用されてて、うん、
いろいろ俺はこれみたいなベストなベターな編成っていうのが、いっぱいあったような気がするので面白かった気がしますね。で裏面でベイン、ね、ハロウィンベインなんだけどこちらの方はすごい強かったっす。ハロウィンベインはねなんかサブメンバー時に防御アップ、これが防御 50% アップっていうことですごい強いよねみたいな感じに言われてたんだけど、それ以外にも今回の古戦場で言うとこの力はみんなのためにっていうバトル登場時の効果もすげえ強かった。でこれがですね3ターン内で自分にかばうプラス不死身火ダメ吸収っていうのがあって、マンモス の多段系特殊技を全部吸い込んでくれるんだよね、裏から出た3ターンの間は。だから HP を高い維持状態で維持しながらも攻撃ができるということですげえ優秀だったかな。ハロウィンベインに関しては実際必要なのどうなの、んーなんかなくてもいけそうだけどなーみたいな感じで言うてたんだけど、蓋を開けてみるとんーもうちょっとなんかなくてもいけそうだけどなーのもうちょい上ぐらいの必要頻度になってたような気がしますね。いればもう絶対にいなきゃいけないっていうほどではないけど、いるとかなり編成の幅が広がるしスピードも出せるしっていうところで優秀なチョイスではあったんじゃないかななんていうふうに思います。ただね、まあハロウィンベインは持っていない方が多いので、まあ多分ちょっと苦しかったような気がする。で、ニオについてだな。まあニオがね、俺はね、今回ほど接待されると思わんかった。まあ接待って言うけど、ニオの150のサポートアビリティでディスペルガードがあるんですよ。これがすげえ優秀だった。特に95ヘルですごい優秀だったな。25% の特殊技がディスペル効果を持っていたような気がするんですけれども、そこら辺をぶち抜くためにはディスペルガードがないと、まあちょっと厳しかったというか、まあ火力が足りないシーンがあったんですが、ディスペルガードを持ってるニオは編成に入れておくだけで、まあ他のキャラクターをニアビ3アビっていう形でバフしながら一アビでデバフもかましつつっていうアタッカーを出せるからすげえ優秀でしたね。古戦場のニオも優秀だった。あとエスタリオラかな。敵が毎ターンディスペ敵がね結構重要な強化効果を打ってくるタイプだったんで、エスタリオラがいると、まあ、特に編成をがっつり練らなくても、まあ、ディスペル1枚あればよかったんだよね。正直ディスペル1枚あればよかったから、そのエスタリオラって毎ターンディスペルを打つんで、その毎ターンディスペルが必要ってほどではないんだけど、そのエスタリオラがいることによってね動きの幅が広がるみたいなシーンは結構あったんで、エスタリオラはすげえ優秀だったなっていうような感じがしました。まあそんな感じかな。まああとはやっぱ水着コルワとかもすげえ優秀だったけど、今回の古戦場、総じて言うのであれば、いろいろな卓があったっていうような印象です。まあ防御編成ってのもそうだし、まあ少し前に俺が上げた動画なんだけど、カルメリーナ採用型とかね、まあそういった編成もあって、なんか幅は広く出たんじゃないかなと思っております。はい。ということで、本日の、古戦場のガチャの回しは終わりっていう風になってます。0時になるとですね、今回の古戦場がガチで終わって、次の古戦場、次々の古戦場の属性が発表されるんですよ。次の古戦場に関しては闇有利っていうのがすでに発表されてるんだけど、もしかしたら次の古戦場の内容が発表されるかもしれないということで、楽しみに待っていきたいななんていう風に思ったミザの昼下がりでございました。はい、昼ではね朝ですけれども、はい、そんな感じの、古戦場お疲れ様動画でした。皆さんももしよければね、ご意見あれば下のコメント欄に書いてみてください。それじゃまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。